AFC チャンピオンズリーグ2012は2002から2003年に第1回大会が行われて以来10回目の AFC チャンピオンズリーグである。ウルサン現代が初優勝を果たした。グループステージ参加クラブ数は前回大会と同じ32チームである。各4チーム AH 組の8組に分かれる。原則として a 組は西地区 EH 組は 東地区と東西に分かれてのグループ分けとなる。2011年11月24日、AFC より前回大会からの出場枠の変更がアナウンスされ、ウズベクリーグより1チームが東地区に参加することが明らかになった。各グループの上位にチームがノックアウトステージに進出する。ノックアウトステージはラウンド16を グループステージ1位チームのホームで一発勝負。ここまでが東西に分かれての試合となる。準々決勝、準決勝はホームアウェー方式で2試合を行われる。前回大会同様決勝戦は中立地での一発勝負ではなく決勝に勝ち進んだ2チームのどちらかのホームスタジアムでの一発勝負となる。どちらのホームになるかは 事前の抽選によって決められる。優勝チームには2012年12月に日本で開催した FIFA クラブワールドカップ2012への出場権が与えられた。前回大会からの出場枠の変更は以下の通り。本来は前年度 AFC カップ優勝及び準優勝クラブにもプレイオフ出場権が与えられるが、 AFC カップ2011優勝クラブのナサフ、カルシは国内リーグ枠ですでに出場権を得ており、また準優勝クラブのアルクウェイトは ACL、出場規定を満たしていなかったためプレイオフ不参加となった。また、中国スーパーリーグ3位の両寧ヒロシウンはプレイオフ出場を辞退した。プレイオフ決勝で敗退のチームは AFC カップ2012に進出する。 プレイオフ準決勝で敗退のチームは AFC カップ2012にも進出できない。プレイオフ出場を辞退した両寧広志雲は AFC カップ2012にも出場しない。準決勝、エステグラル V ゾブアハン決勝、エステグラル V アルイッティファークアルシャバーブ V ネフチ。 フェルガナ決勝はデレードユナイテッド V ペルシプラジャヤプラ、ホコースティーラース V チョンブリー組み合わせ抽選会は2011年12月6日にクアラルンプールで行われた。各グループの上位にチームがラウンド16に進出する。各グループで勝ち点が同点のチームが2つ以上ある場合は以下の順に比較して順位を決定する。当該チーム同士の対戦における 勝ち点の多少当該チーム同士の対戦における、特失点差当該チーム同士の対戦における、ゴール数の多少当該チームの全試合における、特失点差当該チームの全試合における、ゴール数の多少ここまで参照し、それでも2クラブが差がつかず、さらにその両方が同じ試合会場にいる場合は、PK 戦を行う。警告及び退場処分になった回数をポイント化し、 ポイントの少ない方を上位とする、抽選グループ AR ライアン V s テグラルナサフカルシ、VR ジャジーラエステグラル V ナサフカルシあるジャジーラ、VR ライアンエステグラル v あるジャジーラあるライアン V ナサフカルシナサフカルシ、VR ライアンあるジャジーラ V、エステグラルエステグラル v あるライアンあるジャジーラ V、ナサフカルシナサフカルシ V、エステグラルある ラーヤンブイアル・ジャジーラグループビーバニーアースブ r ア,アラビアルイテハドブイ・パフタコールアルイテハドは前回大会のホームゲームで観客が問題を起こしたことへの処分としてこの試合を一般観客なしで実施することを命じられたパフタコールブイバニーアースアルアラビブイアル・イテハドパフタコールブ r ア,アラビアルイテハドブイバニーアースバニー ヤース・ヴィアルイテハドアルアラビヴィパフタコールパフタコールヴィアルイテハドアルアラビヴィバニーアースバニーやースヴィパフタコールアルイテハドヴィアルアラビグループ C セパハンヴィアルナスルレフウィア SC ヴィアルアハリアルナスルヴィレフウィア SC r アハリヴィセパハンセパハンヴィレフウィア SC ヴルナスルヴィアルアハリレフウィア SC ヴィセパハンルアルアハリブイィアルナスルアルナスルヴィ セパハンアルアハリ V レフウィア SC セパハン V アルアハリ、レフウィアス SCV アルナスルグループデ D アルシャバーブ V、アルガラファアルヒラル V ペルセポリスペルセポリス V アル、シャバーブアルガラファ V アルヒラルアルシャバーブ V アルヒラル、アルガラファ。V ペルセポリスペルセポリス V アルガラファアルヒラル V アル、シャバーブペルセポリス V アルヒラルアルガラファ V アルシャバーブペルセポリス V アルアルシャバーブ、アルペルセポリスアルヒラル V アルガラファ。 グループ E ガンバ大阪 V 歩行スティーラース部におどこるブヤデレードユナイテッドアデレードユナイテッド V ガンバ大阪歩行スティーラース V ブニョどこるガンバ大阪 V ブニョドコる歩行スティーラースブヤデレードユナイテッドアデレードユナイテッド V 歩行スティーラースブニョどこる V ガンバ大阪 アデレードユナイテッド V ブニョドコルホコスティーラース V ガンバ大阪ガンバ大阪 V アデレードユナイテッドブニョドコル V ホコスティーラースグループ F ブリスベンロアート北京国安は勝ち点直接対戦の結果全試合の得失点差全試合の総得点のすべてで並んだものの規定における最終節で PK 戦により順位決定は行われなかった ここでは次の順位決定基準である、イエローカードレッドカードの数による評価により、ブリスベンロアーを上位と表記する。ブリスベンロアー VFC 東京ウルサン現代、V 北京国安、FC 東京 V ウルサン現代北京国安、V ブリスベンロアーウルサン現代 V ブリスベンロアー、北京国安、VFC 東京ブリスベンロアー V ウルサン現代、FC 東京 V 北京国安、 FC 東京 V ブリスベンロワー北京国安、V ウルサン現代ブリスベンロワー V 北京国安、ウルサン現代、VFC 東京グループ G 名古屋グランパス、V 城南一は天馬天心安子たち、V セントラルコースト、マリナーズセントラルコーストマリナーズ V 名古屋グランパス、城南一は天馬 V 天心安子たち、セントラルコーストマリナーズ V 城南一は天馬天心、安子たち、 V 名古屋グランパス名古屋グランパス、V イ天津ヤスたち城南一話天馬 V セントラルコースト、マリナーズセントラルコーストマリナーズ V イ天津ヤスたち、城南一話天馬 V 名古屋グランパス名古屋グランパス、V セントラルコーストマリナーズ、天津安スたち V 城南市は天馬グループ H 前北限大、モータース V 公衆久差し大ブリーラム、ユナイテッド V カシワレーソルカシワレーソル V 前北限大モータース、公衆日差し大イブリーラムユナイテッドカシワレーソル、V 公衆久差し大ブリーラムユナイテッド V 前北限大モータース前北限大、モータース V ブリーラムユナイテッド、公衆久差し大 V カシワレーソルカシワレーソル、V ブリーラムユナイテッド、 公衆久次第 V 全北現大モータース全、北現大、モータース V カシワレーソルブリーラム、ユナイテッド V 公衆久次大あるジャジーラ、VR ア,アハリセパハン V、エステグラルアルイテハド V ペルセポリスアルヒラル V バニー、ヤースアデレードユナイテッド V ナゴヤグランパス、城南一はテンバ V ブニオドコルウルサン現代、V カシワレーソル公衆久次大 VFC 東京組合わせ抽選は2012年6月14日に、マレーシアクアラルンプールの AFC ハウスで行われた。第1戦は2012年9月19日に、第2戦は2012年10月に、3日に開催される。アデレードユナイテッド V ブニョドコルウルサン現代 VR、ヒラルセッパハン VR アハリアルイテハド、V 公衆比差大第公衆比差次第 VR イテハド R。 アハリブイセパハンブニョドコルブイアデレードユナイテッドのあるヒラルブイウルサン現代第一戦は2012年10月24日に第二戦は2012年10月31日に開催されるただしサウジアラビアのクラブが準決勝に進出した場合10月24日がハッジの期間内に当たるため予定を前倒しして10月22日に第一戦が開催される あるいてはど VR アハリブニョドコル、V ウルサン,ゲンダ代ウルサン現代 V ブニョドコルあるルアハリ VR いてはど決勝戦は対戦する2チームのうち1方のホームスタジアムで開催されるどちらのホームスタジアムを使用するかは事前の抽選で決定されたウルサン,ゲンダ代 VR アハリ、ありがとうございます